ショーンヒルは、カンザス州、パーソンズ出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは QB。高校時代彼は3年間先発 QB であると、共に2年間先発フリーセーフティを務めた。彼は、カンザス州南東地区のファーストチームに2度選ばれると、共に3年時には、州のファーストチームに選ばれた。彼はまた高校時代に、 バスケットボール、野球、陸上競技も行った。大学に進学する際には活発なリクルートは、受けなかった。彼は2年間ハッチンソンコミュニティカレッジで過ごした後、メリーランド大学に転校した。2001年、彼は3158ヤードを投げて19、タッチダウンを上げ、大学に1985年以来となる、アトランティックコーストカンファレンスのタイトルをもたらすと、 共にシーズンを全米ランキング10位で終えて2002年のオレンジボール出場権を獲得した。2002年ドラフト外でミネソタバイキングスと契約し入団した。3年間彼は控え QB として過ごした。経験を増すために2003年春に彼は NFL ヨーロッパのアムステルダムアドミラルズに派遣された。そこで彼はリーグトップのパス獲得ヤードを上げるとともに、 TD パスは、リーグ2位体の数字を残した。2005年には2プレイを行ったが、いずれも2位ダウンが支持されていた。2006年、彼は、サンフランシスコ4 9ナーズに加入し、トレント・ディルファー、アレックス・スミスに次ぐ、第3級 B となった。この年のプレシーズンゲームで、パス23回中15回成功 TD パスなし、インターセプト1回の数字を残した。 レギュラーシーズンに入ると彼に出番は回らなかった。2007年8月16日のデンバーブロンコスとのプレシーズン最初のゲームで彼はパス20回中13回成功148ヤードを獲得したが1インターセプトを喫して試合は13から17で敗れた。彼は機動力があるところを見せたがレッドゾーンでの攻撃には不十分なものを見せ、 1>, 1度目の攻撃は、インターセプト、2度目の攻撃でもほとんど同じような、プレーであわやインターセプトされるところであった。プレシーズン最後のゲームとなった、サンディエゴチャージャーズ戦でも3点差で、FG レンジまでの前進を試みた、試合終盤、残り16秒から、ワイドレシーバーに深いパスを2度投げたが、いずれも、失敗、2回目のパスは、 インターセプトされ試合に敗れた。その年の12月9日のミネソタバイキングス戦で、エース QB のディルファーが脳震盪を起こして負傷退場したことから、彼はリリーフとして出場し、パス27回中22回成功し、181ヤードを投げ 1td を上げる活躍を見せたが試合には敗れた。ディルファーはその年シーズン絶望となり、 翌週12月15日のシンシナティ・ベンガルズ戦で初先発を果たした。彼はパス28回中21回成功し TD パス1回とランデも 1TD を上げた。その後シーズン終了まで先発出場を続けた。12月23日のタンパベイバッカニアーズ戦ではパス24回中11回成功123ヤードを獲得、ダレル。 ジャクソン、バーノン・デビス、フランク・ゴアにそれぞれ TD パスを投げて、試合は21から19でナイナーズの勝利に終わった。第16週のバッカニアーズとの試合で彼はパスを投げた後、相手の新人ゲインズ・アダムスにヒットされて背中を痛めた。その結果最終節のクリーブランド・ブラウンズ戦は出場不可能になり、クリス・ウィンキが彼に代わって出場した。 2008年2月に彼は、チームと3年契約を結んだが、アレックス・スミス、JT ・オサリバンと先発の座を争うこととなった。この争いはスミスが、故障者リスト入りし、マイク・マーツ・オフェンス・コーディネーターの戦術理解度の高い、オサリバンが先発 q B、ヒルは控え q B となった。2008年シーズン途中の10月27日に、マイク・シングレタリーが、 暫定ヘッドコーチとなるまで彼の出番はなかった。シアトルシーホークス戦で、オサリバンがその試合2度目のターンオーバーを許すと彼は、交代出場し、パス23回中15回成功し、ジェイソンヒルへの TD パスも決めたが、試合は13から34で敗れた。第10週のアリゾナカージナルスとの、マンデーナイトフットボールから彼は先発 QB として、起用されることになった。 前半彼は、ジョシュモーガンに31ヤードの TD パスを、投資チームは14から3でリードして、ハーフタイムを迎え、後半開始早々には、バーノン・デイビスの TD でリードをさらに広げた。しかし後半ヒルのインターセプトなどで、カージナルスに24から29と逆転された。彼は、敵陣20ヤードで、ショベルパスを試みたがこの日2回目のインターセプトを、喫した。 それでも残り3分39秒、1分04秒で、ナイナーズに攻撃権が移り残り時間わずかのところヒルはパスを何本も通し、ゴールライン間際まで攻め込んだが、カージナルス守備陣を崩すことができなかった。11月16日に行われたセントルイスラムズとの試合では、第2球に TD パス2本、自らによる TD ランなど、 チーム史上2回目となる 1924TD を上げる猛攻を見せた。第12週のダラスカウボーイズ戦では自身初の300ヤード以上パスを投げたが敗戦を喫した。第16週のラムズ戦で3回のインターセプトをされた。彼はおさりンと交代されそうになったが、第4級に80ヤードの TD ドライブを最後は アイザック・ブルースのキャリア1000回目のパスキャッチとなる TD パスで締めくくると残り3分から女子モーガンへの48ヤードの TD パスを決めディフェンスが相手 q b マーク・バルジャーのパスをインターセプトし自身初の第4球からの逆転勝利を達成したこの年の成績は2046ヤードを投げてタッチダウンパス13回インターセプト8回 QB レーティング87.5、ラッシングタッチダウン2回で、終盤8試合に先発出場した。彼は5勝3敗の成績を残した。2009年には、エース QB の座をアレックス・スミスと争った。肩の弱さを指摘する声もあったが、安定感とリーダーシップを変われて、開幕先発 QB に指名された。しかし、シーズン中盤からは控えに降格され2010年。 オフシーズン、チームが、デビッドカーを獲得したことからチーム構想から外れ、デトロイトライオンズに移籍した。2012年のトレーニングキャンプ2010年、開幕戦のシカゴベアーズ戦で、マシュー・スタッフ,フォードが肩を負傷し退場したためリリーフ、第2週からは先発 QB を務めた。10月10日のセントルイスラムズ戦では、カルビン・ジョンソン、ブランドン・ペティグルー、 ネート・バールソンにそれぞれタッチダウンパスを通して44から6の対象に貢献した。10月17日のニューヨーク・ジャイアンツ戦で左上腕部を骨折した。11月25日のニューイングランド・ペートリオッツ戦でファンブルした際に相手選手の誰かに腕を折られそうになったと述べている。この年彼は8試合に先発出場している。 2010年シーズン終了後、背中の手術を行った。2012年、第3週のテネシータイタンズ戦で負傷した、スタッフォードをリリーフ、パス13回中10回成功、に t d を挙げた。2014年12月7日のレッドスキンズ戦2014年3月26日、セントルイスラムズと1年契約を結んだ。 8月23日のプレシーズンゲームで、サム・ブラッド・フォードが ACL を断裂し、シーズン絶望となったため、ジェフ・フィッシャーヘッドコーチから、開幕先発 QB に指名された。太ももの負傷により、第2週より、オースティン・デイビスに先発 QB の座を明け渡した。デンバー・ブロン・コス戦では、彼の活躍でバンクルワセを演じたが、翌週のサンディエゴ・チャージャーズ戦では、 低調なパフォーマンスでチームは敗れた。この年先発8試合を含む9試合に出場し、1657ヤードを投げて 8td、7int、q b レーティングの成績で、先発した8試合でチームは3勝5敗の成績であった。2015年3月10日、ミネソタバイキングスと契約を結んだ。メリーランド大学では運動学を専攻した。 バイキングス時代にはスジジストロフィーに苦しむ子供たちのサポートを行った。また以前在籍していたバイキングスの公式 HP で NFL ヨーロッパでの経験を毎週掲載している。趣味は釣りで地元カンザス州の池で高校時代釣りをして楽しんだ。バイキングス時代には長さ30インチ9ポンドのウォールアイを釣っている。 彼は48インチのアメリカカワカマスも釣り上げている。ありがとうございます。